皆さんこんにちは、ユースフルのヨータです。この動画では皆さんからよく質問をいただく Bing AI と ChatGPT の違いはどこにあるのかというのをそれぞれの特徴とともに説明していきたいなと思います。今回はですね、そんな風にそれぞれの特徴を説明した後に、じゃあ実際 Bing AI と ChatGPT はそれぞれどんなタスクで使うのに向いているのかというところもご紹介していきたいなと思います。結論から申し上げますと、リサーチ系のタスクには Bing AI、 執筆やクリエイティブな作業などは ChatGPT にそれぞれお願いするのがいいんじゃないかなというふうに思っています。じゃあそれってなんでなのかという理由をですね、それぞれの特徴と絡めて今回ご説明していこうと思いますので、ぜひ今回も最後までご覧ください。ということで本日もよろしくお願いします。実務のプロから学べる最強の Excel 講座、 Excel プロで検索。はい、それぞれ順番に説明をしていくんですが、まずは Bing AI の方からいきましょう。この Bing AI、 まず最初に押さえていただきたい特徴が2つございます。1つ目は、情報に関する出典や引用元が明確に表現されていること。そして2つ目は、最新情報までしっかり反映された上で皆さんに情報を届けてくれるというこの2点になっています。順番に少しずつ詳しく解説をしていきます。まず1つ目の出典や引用元が明確であるというところ、こちらすごく大事なポイントでして、例えば今回は例として、生成 AI について勉強するためのおすすめの本について教えてくださいというところで Bing AI にお願いをしてみます。そうするとこのように、生成 AI がもたらす未来、進化した技術が生み出すビジネスの新次元という具体的な本の名前を出してくれました。そして今回こちら一番下に書いてある詳細情報というところ、注目していただきたいんですが、1番目のリンク、 Amazon のリンクになってますが、こちらクリックしてみましょう。そうするとこのように実際にこの本が実在しているということが分かりました。2023年5月31日出版予定ということで、今私が撮影している2023年3月30日の段階ではまだ発売されていないんですが、それでもこうやって情報を出してくれるということで、2つ目の最新情報までしっかり反映された上で皆さんに情報を届けてくれるというところもこちらで確認できたんじゃないかなと思います。そしてこのように、どこから情報を引っ張ってきたのか、どこに証拠となる情報があるのかというのを合わせて記載してくれるというのは非常に重要なことでして、 ChatGPT ではデフォルトの設定だとこういった引用まで明記してくれるということはないので、最近で言うと ChatGPT でおすすめされた本や論文、これよくよく調べてみると実在しなかったなんてことがたまに起こるみたいです。ということで Bing AI だとしっかり証拠となる情報やリンクも合わせた上で皆さんに情報を届けてくれるというところで、素晴らしいメリットになってるんじゃないかなと思います。はい、ここから ChatGPT の画面に移ってお話を続けていくんですが、もう一つだけ Bing AI のメリットをお話ししておこうかなと思います。そのメリットというのは現段階の話でではありますが、 GPT-4 を誰でも利用できるということなんです。まず GPT-4 って何なのという話から始めるんですが、 ChatGPT や Bing AI など生成 AI の裏側ではその技術を支えるためのモデルというのが存在しています。それがこう今お話しした GPT-4 だったりとか、こちらに書いてある GPT-3.5 になってるんですが、時系列的に言うと GPT-3.5 の次に GPT-4 が登場しています。イメージで言うと iPhone の中についている iOS のようなものでして、最近だと iOS16 が出てきたりと、どん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 その iOS の中身もアップデートされているかなと思いますが、それと同じくして GPT にも 3.5 から4というふうにアップグレードしたものがどんどん登場しています。そのようにアップグレードすることによって AI から返ってくるアウトプットの精度が上がっていたりとか、今回の GPT-4 でいうとテキストからだけではなくて画像からも情報を読み取れるようになったというようなアップデートが発表されていたりもしますが、そんな風にどん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  GPT というのはアップデートされています。というところで、今チャット GPT は裏側何のモデルを使っているのかと言いますと、デフォルトではこちらには見えているように GPT-3.5 のモデルが使われています。そしてチャット GPT で GPT-4 を使うためには、まずチャット GPT プラスという有料版に課金をする必要がございます。
そしてそうするとこのように GPT-4 を裏側のモデルとして選ぶことができるんですが、現段階では3時間で25メッセージまでというふうにチャット GPT ではメッセージの数量制限というのがかけられています。その一方でですね、 Bing AI ではデフォルトでも GPT-4 が使えるような形になっているので、 GPT-4 試してみたいなという方はぜひ Bing AI 最初に使っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ということで続いてはチャット GPT についてのメリットもお話ししていこうと思います。まず必ず押さえていただきたいのはたった一つです。チャット GPT は Bing AI にはない対話のしやすさというのを備えているところが一番のポイントかなというふうに思っています。実際に今左側いろいろ見ていただくと、私が実際にチャット GPT と行ってきたこれまでの会話の履歴というのを見ることができます。皆さん自身もいろいろチャット GPT とお話をしていると、ここにタイトルとともにチャットが溜まっていってることを確認できるんじゃないかなというふうに思うんですが、こんなふうにこれまでどんな会話をチャット GPT としてきたのかというのを逐一チェックすることができますし、それを後から振り返ることもできるということで、チャット GPT と対話をしながらどんどんアウトプットを深掘りしていって、チャット GPT と一緒にコンテンツをより良くしていく必要があるというようなタスクについてはチャット GPT の方が向いてるんじゃないかなというふうに思います。そういったところで言うと、例えば前回皆さんと一緒に考えたようなキャッチコピーだったりとか、あと YouTube でいうところのサムネイルだったりとか、そういったクリエイティブなところもチャット GPT と一緒に考えていくというところがすごくいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで皆さんここまでお疲れ様でした。今回の動画では Bing AI とチャット GPT それぞれどんなところが違うのというところでお話をしてきました。簡単にまとめると、 Bing AI は引用元や出典がはっきりしているからこそリサーチ作業に向いているということ、一方でチャット GPT はどんどん対話をしながら深掘りができる、つまりチャット GPT と一緒にアウトプットを良くしていけるというところで、執筆だったりとかクリエイティブな作業に向いているよというような話をしてきました。また動画の中でまだチャット GPT ではデフォルト GPT-3.5 のモデルが使われていて、 GPT-4 を使うためには有料版の登録が必要だよというような話をちらっとしました。この GPT-3.5 と GPT-4 やっぱり出てくるアウトプットもだいぶ精度が違うかなと思うので、ぜひぜひ気になる方は一度有料版に登録してみるといいんじゃないでしょうか。今後の動画でも 3.5 と4の違いをですね、具体的に説明できればなというふうに思っています。ということで次回の動画では、今回の動画でそれぞれに向いているタスクというのが大まかに分かったので、ではそれぞれのタスク具体的にはどんな使い方をすればいいのかというのを皆さんに説明していければなと思いますので、ぜひ続きの動画も合わせて見てみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。ここまでありがとうございました。バイバイ。今回視聴者の方限定で無料で Excel 実務の学習法の秘訣ショートカット集付きでプレゼントいたします。総合商社のキャリアを経て10万部突破の Excel 本や Google 関連書を執筆したユースフルの未公開情報です。明日の働き方を変えたい、数字に強くなりたい、そしてすぐに役立つショートカット技を盗みたい、そんな皆様が対象になります。毎日ダラダラ仕事しちゃってるなとか、非効率な働き方でなかなか生産性が上がらない方、 Excel を学びたくてもどうすればいいかわからない方、このチャンネルに出てくる出演者のような技を手に入れたい、こういった思いや悩みを抱えていらっしゃる方は、ぜひ概要欄の LINE に無料登録してみてください。すでに1万人以上の方が手に入れてますよ。ぜひ。